さんこんにちは。いつも不動産テックの学校ゲートスクールをご覧いただきありがとうございます。今回も牧口さんにいろいろ質問していきます。僕も何も分かんないから、いろんなことが分かる会社を探したいって言って、無謀にも当時ビッグ5って言われた世界5大会計事務所 KPMG とアース・アンダーセンとプライス・ウォーターハースとクーパースとアンス・ヤングとデロイトに全部履歴書を送りました。で、まあ、当然全部落とされるという感じで、いやいや、まあ確かに大学もやめて高卒だし、新聞配達は、まあ、変な宝石屋とブラック企業の経理の経験しかないと、まあ、普通落とされますよという感じの中で、まあ、KPMG だけがシステム4を応募してたから、でシステムには自信があったから、で当時落とされたことは納得いかないと、だからシステム4って言ってもう一回面接してくれ、で人事に掛け合って、じゃあ面接するよって話になって、システム部のKPMG のシステム部門の人に面接をしてもらった。当時タイミングが本当に良かったのが、コンサルティングファームがそういった戦略だとかプロセスコンサル以外にちゃんと IT システムとかもちゃんと力を入れていかなきゃいけないみたいな風潮がちょうど出始めたところだから、 IT の知見がある人を採用しようっていう流れの中で、じゃあ IT に詳しいですよっていう立て付けで IT 部門の人に面接をしてもらって、そしたら、あんたそんだけ喋れるんだったらコンサル部署に行けばっていう話になって、コンサル部署にマップチートができたっていう話で、まあ、本当にタイミングが良かったです。結構なんかタイミングには、こう幸運がありますね。なんか ちょうど経理の人がいて、いや、これ慶応大学の高橋教授の高橋俊介さんっていう人がキャリアの本とかで書いてるんだけど、はい、プランハップンドセブリーっていうのがあって、計画された偶然性っていう、結局キャリアって全部偶然なんですよ基本的に。で、偶然のタイミングをつかめるかつかめないかっていうのは、それを自分がどういう努力をしてきたことがそこ の偶然をつかめるかつかめないかのポイントになっていて、だから僕はたまたま誰もシステムを知らない会社で自分一人だけシステムを覚えて、そこだなので自分一人だけでシステムを作り上げることができて、でその結果周りを巻き込むことができて、それなりの責任もできてっていう経験があったから、そこでたまたま KPMG がそういう募集してるところのタイミングがつかめたっていう話ですよね。じゃあ僕は逆に別の経験してたら、そのタイミングがつかめないけど別のタイミングがつかめた。チャンスをつかむための準備をしようねってことですよね。そうそう、準備を、準備っていうか自分が積み重ねたことってのは全部無駄にならなくて、積み重ねたものの結果に今自分があるわけだから、そこにいろんなチャンスのポイントがあるときにそこに最適な選択ができるっていうのが計画された偶然性っていう考え方なんですね。すごいいいお話。KPMG に入ってからっていうのはどうだったの？激務ですね。もう本当にまあ分かりやすく言うと、もうエリートばっかりなんですよ。周り東大京大とかスタンフォード大学みたいな人たちが聞いたこともない用語を話すんですね。もう当時ブラック企業にしかいないから、イシューリスト作っといて明日までみたいな、エクスタクションどうするみたいな、アズイズ 2B どうするみたいな感じのはっみたいな、まあ大企業にいきなりもうエリートの人たちと仕事をするというところになって、まあ、コンサルなんか激務だから、もうまあ始業時間は10時なんだけど、いや大体下手したら朝の5時まで資料とか作ったりしてるから、でそれまた10時に来なきゃいけないみたいな、そういうもう時給で言ったらマックより安いってよく言われるんですけど、まあ、むちゃくちゃ激務なんですね。でそういう中で、まあ、激務なんだけど身につくことのものがむちゃくちゃ多かったんですよ。で、なんで多かったかっていうと、上司が優秀なんですよ。本当に尊敬できる上司がいるんですね。でコンサルの場合ってプロジェクトごとに上司が変わるから、この時はこのマネージャー、この時はこのマネージャーみたいな感じでプロジェクトごとに変わってて、で僕はシステムで採用されたはずなのに、システムのプロジェクトは絶対受けないと思ってたのね。なんでかというと自分の知見が広がらないから。だからシステム以外、だから組織改革だとか制度設計だとか、まあ、そういう、まあ、いわゆる本当にコンサルっていう人たちがやるようなプロジェクトに僕は入りたいと思ってたんで、そういうプロジェクトがアサインされるようにお願いしてたんですよ。でそうなってくると本当にもともと理工でトップ営業マンだった人みたいな人とかが上司になったり、もともと工銀で部長まで勤めた人が上司になったりみたいな、まあ、それこそコンサルファームっていろんなところから人が優秀な人が来るんですけど、みんな優秀なんですね。だからそうすると上司の言うことを聞いてると勝手に自分が成長していくんですよ。この環境はコンサルに行った時本当に良かったですね。本日はお話しいただきありがとうございました、はい、またいろいろ質問させていただくと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、ぜひコメント欄なので牧口社長に聞きたいこととかあったら動画にしていきたいと思いますので、ぜひ書き込んでください。
それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。